まったくいつまで寝てんだが、ほんと邪魔だね。おかみさん？やっと起きたのかい。親方、ブラックバード。ヒルダ、勇者セナ、聞こえますか？はい。私はヒルダ、ローラルの王女。あなたが今いる場所は我が王国ローラルです。あなたの国に似ていますか？でもこの国はあなたの国とは全く違う、隣にあるようで遠い世界。しかしユガによって2つの世界はつながってしまいました。あなたの求める七賢者はこのローラルの各地の迷宮に封印されています。でも荒廃してしまったこの世界からではそこにたどり着くことができません。セナ、まずあなたの世界に戻れる方法を探し出すのです。そしてローラル各地で救いを待っている試験者を助けてあげてください。あなたを信じています。私はローラルのヒルダ。ブラックバード、若い目が新しい風見鳥。お前本当に風見鳥か。さあ僕たちは今ローラルにギガちょっといったなんだあいつ。ハートの一つや二つってないのか。今僕たちはローラルにいるんですけれども、一回ユガノンさんにローラル城でやられてしまいました。そこで気を失ってしまい、僕の口内炎の下をなんとかかばいつつ、でリンク君もかばいつつ、ヒルダさんがどうにか時間を稼いでくれてってことで、今ローラルに僕たちはこうやって地に足つけて冒険することができてるんですが、まずマップを見てほしい。バツ印めっちゃ増えた。ちょっとさ、この右手がちょろっといったところもうローラルっぽいんで、ちょっとそこだけ覗いてみないか。いけるか。うわー、めちゃくちゃあれでもさ、ここでファーストトラベルアイリンさんいないもんな。じゃあ一度この階段を降りてからリンク君から見て右のこっちの道にそれ、あのギガンテスって何？カカリコ村だ。でもここカカリコ村じゃないんだろ。一応さ、継ぎはぎだらけの世界地図じゃないけど、ワンダーランドじゃないけど、あれミルク飲んでる。ここバー？もしもし？お姉さん、魔物たちにコッコの小屋が破壊されて商売上がったりなのよね。私の可愛いコッコちゃんがみんな逃げちゃったのよ。残るはこの卵たちだけ。お前たちだけは私が必ず守り抜いてやるからね。ゆで卵ではなくコッコちゃん、ユセラン。うわーい、もしもし。だからさ、さっきというか、この前から思ってたんだけど、武器にちょっとかすっただけで、これ、サボテン、毒でも塗られてんのか？危ねえ。さすがに、マスターソードだぜ ?3 回ぶち当てて倒れるって？このうにょうにょが？ギガンテスとかどうなるんだよ、これ。一回さ、このカカリコ村とは言いつつも、見て、ばっこしてる魔物が。魔物とも幽霊とも言えんような、中間の狭間のファンタジアみたいなものが、超危ない。手すりもない、有刺鉄線もない。家はある、まがまがしい。なんか縦のマークがあるよ。なんだ、妖精さんを売ってるっていうのはなんかなかなかアウトローだな。何お前、これは噂だけどな、袋のおじさん、盗賊の女がよ、親分が隠し持った大事なもんのありかをしちまったらしいんだ。口止めとして牢屋にぶち込まれたらしい。一生出てこれないだろうな。世の中には知らん方がいいこともある。知りすぎたのは深い闇っていうしな。めっちゃアングラだな。妖精さんをさ、買うじゃないけれどもがだ。一応ちょっとルピーは置いてくよ。そう来ると思ったよ。妖精を手に入れた。倒れた時にハートを回復してくれる。ありがたい。がしかし、使いどころっていうのを見ないと妖精さんも、あらやあらやとルピーが消えていってしまうぞ。風見鳥さんはいるけど、なんか獅子神様みたいなやつ、弥生時代の人。おじさん大丈夫かな。これライミ版のトビー・マグワイアが大好きなんだけど、世の中は荒れておる。だが盗賊などにはなってはいかん。盗賊などになっても心が汚れるばかりじゃ。人間は汚らわしい。信じられるのは魔物だけじゃ。お前も仮面をつけ、そして唱えるんじゃ。魔物に生まれ変わるために。いや、前はめちゃくちゃ仮面収集してたんですけどね。大いなる力には責任が伴うから。マイマイちゃん、お前、待てよ。壁になるというか、壁に溶け込み、まあ今いい。ローラルにもローラルのカウントできるの？あ、これはこれはこなの？ああ、豚さん、これバッコシュのどうにかした方がいいぜ。でもさ、ここの、ああ危ない、人かと思った。なんか牢屋に閉じ込められてる盗賊の人がうんたらかんたらってうんじゃらもんじゃら言ってたよな。そこ探してみないかとか言いつつ、マップを見てみると真ん中らへんになんか位置づけされてる。ちょっと待って、今見つけた。ここ見て。おいおいおい、気をつけてくれよ。マスターソードの刃を通る。これ見て、ローラルハイラルから怪しげな隙間を見つけたが、これもしかしてなんだけど、いやもしかしても何もない。この、あっ、フリーズした。そうすると、ほらハイラルに戻ってきました。あ、これあったかい。あったかい。あらふふ。あーご、お、マジでお姉さん。このハイラルたちの魔物は、このマスターソードがあれば、天下無敵なんだが、一撃当選なんだが、あ、オーセナ生きておったが、ゼルダ姫様は無事なのか。無事とは言えないが、生きてはいる。カクカクしかしか、イトヨカドー、ゼルダ9日ドー。なんか止まってんぜ。すいません、マジモンのフリーズしました。なんか、ゼルダのムシュラの時もそうだったんだけど、これ嫌な予感するな。まあまあまあ、いいよ。そうか、歪め。お前がハイラル城に入ってしばらく経った後、大きな地震が起きての。見ろ、この亀裂を。こんなものがハイラルの至るところにできてしまったんじゃ。セナよ、ゼルダ姫様が敵の手中に落ちた今、ハイラルの命運は風前の灯火なのかもしれん。じゃがお前の手には古の神器マスターソードがある。お前の勇気とその剣があれば、ハイラルの運命は変えることができるはずなんだよ。今やお前はハイラル王国の希望なのじゃ。頼むぞセナよ。じいさん、じゃあこっからローラルまで行き来できるってこと？いや、この位置感だと多分ローラルのおかみさんあたりの部屋に飛び出してくるんじゃないかと思うが、おかみさんは多分投げキスはしてくれないだろうね。フリーズバシュン。一度戻って事情調査だよ。事情調査だよ。ああ、骸骨マジ？うわ、うにょろうにょろしてる。あ、何それ、穴がある。入れる。うわー、トレジャーハンター？ごめん、ダンジョン兄弟、ここのお宝は、あ、トレジャーハンターだ。ダッシュできないやつは、今ダッシュできねえよ。一回戻ろう。ヤブヘビだったが。まだまだね、ちょっと力つけてないの、僕たち。何事にも、一歩一歩、事情聴取だ。事情聴取だ。ひとまずこの近場の、あ、宝箱屋さん？宝箱屋さん？宝箱屋さん？あ、なんだ、初めて見る顔だな。顔が大きい。宝箱の部屋ってんだ。200ルピーよこせば好きな宝箱を3つ開けて、マジでハート、マジで ?800 ルピーあるんだよ、実はね。200ルピーで、いや、ここのローラルの相場がわからないけど、200ルピーってまあ大金だと思う。しかして、払う余力あり。そうこなくっちゃ。じゃあちょっと待ってろ。やってやろうじゃない。これ、わあ、結構多いよ。これ下行くとさ、多分2、3段まだあるぜ、この島。ああ、まあまあまあ、思ったほどは少なかったけれども、まず真ん中を開けてみる。どうだろう。お ?100 ルピー、いいね。あれ、ここ儲かる？でもさ、もうあとは山間だよな。ああ、いや、気をてらうってこともないのか。この100ルピーが入った手前、ここどう？1ルピー ?1 ルピーなんか詐欺ま、ああ、いや、こことか、酢飯、ああ、ちょっと狙ってたところにハートのかけらがあった。金ルピーって何それ、また来いよ。これダメだ。僕たちダメだ。これ、やられるわ。ここで全部するわ、多分。全然懲りねえわ。うわ、やべえわ、これ。兄ちゃん、やってくれたな。ちょっと待って。さすがに同じところに入ってないよな。は？ 100 ルピー、いいね。じゃあ、こことか。いや、結構さ、この真ん中、ちょっとなんか、ほのめかしくなってるでしょ？そのそばに、立役者がいるんだよ、おら。まあまあまあ、いや、まあまあどころじゃないんだ。いや、こいつ怪しい。ちょっともう解放しなくて。うわ、もう狙ってたとこ、ハートのかけらがある。ちょっと待ってる、お前。足腰回ってまいにゃ。足腰洗って待ってやがる。うわー、見つてよ。あー、どうしよう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 。真ん中、真ん中、真ん中。まずは真ん中で。もう、バカバカ。なんかね、ハートのかけらって、統計学上、四隅に置かれてないか？だとしたらお前ここだろう。と。20ルピー？じゃあこことか、こことか。いや、絶対そうだよ。ほら、斜め。もう、一番はず、いやー、ちょっと待てよ。そうだね。いや、でも待って、やっぱ、真ん中は硬いと思う。真ん中は硬い。いや、300ルピー？この世界で最高額のルピー。きたー。まず元は取った。いや、元は取れてはないが、元は取った、今回の。四隅の説が外れたが、こことかどう？一周回って、一回回って。やったー！やったー！え、じゃあ、まだ気楽なもんだよ。隣とかどうよ？ほら。え、元も取れて？元、丸々帰ってきた。しかもハートのかけらも、やったぜー！ルンルン気分だ。無敵だな。無敵だな。これ、牢屋なんだろ、ここきっと。看板よ。俺たち盗賊の足と入り口へ用がある奴はノックしな。ノック？パンパン。いや、ちょっと、誰か表にいるのか？誰だ？入りたかったら俺に続いてあの歌を口ずさんでみろ。ん？当然してるだろ。じゃあ行くぞ、続け。踏み外したのは山間だな。平均台、平均台。知りすぎたのは深い闇。気がつけばまた盗賊家業。うわー、待って待って待って、なんかさ、知りすぎたのは深い闇ってどこで聞いたっけ？どこで聞いたっけ？なんかまがまがしい、なんかとんがりホーンみたいなところで聞いたよな。宝箱屋じゃなかったはず。どこで聞いた？お姉さんじゃなかったよな。あれだ、あれだ、袋のお面の人だ。ということは、こっち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 。こちらへん。ここ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 。これ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 。で、世の中には知らんことがな。これ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 。まさにこれ、知りすぎたな、深い闇。ということは、このローラルのかかりこ村ではないが、ココリコ村でもないかと思うが、一応仮称としてココリコ村とするが、このココリコ村で、情報収集をすればわかるんじゃないか。この村、来た。男信者。信者。うん。なんかさ、このひどい世界さっさとドローンしたいよ。むんじゃらもんじゃら。これヒントなのか。ドローン。ダラーン！もうさ、なんかそれっぽい人じゃないとダメだよな。銀融詩人。銀融詩人。踏み外したのは細い。来たよ！ヒント来たよ！あ、なんだてめえ。人が、ごめんごめんごめん。落ち着けよ。何？そんな趣味持ってるなんて盗賊の親分ぐらいだ。確か最近変な絵を手に入れて隠し持ってるらしいぜ。絵の隠し場所なら、盗賊の女が知ってるって話だ。名前は知らねえ。そういえば最近姿を見ねえな。踏み外したのはなんつったこの人。細い道。ヒントのうちの2つ知れたってことは、もうあとは山間、ぶったー。あともう山間で行けるってことじゃない？行けるよな。で、盗賊家業。あ、もうじゃあさ、細い道をぶち当てたら多分もう盗賊家業は間違いないから、100% 硬いと思う。よし。頼もう。頼もう。頼もう。行くぞ。踏み外したのは細い道。知りすぎたのは深い闇。で、気がつけばまた盗賊家業。お前来た、いい声。よく言われますよ。入りな。お邪魔しまーす。お邪魔するならローラル。いや、ひでえな。